キャスター門谷亜希子の角が立つほど伺います <laughs> さあ、ということで山川さん、オリンピックが始まりましたね。はい、始まりましたね。始まりました、この配信収録は開会式の翌日ですけれども、翌日まあ、開会式、まあ、僕は素晴らしかったなと思います、うんはい、いろいろありましたけどね、うん、その前段でいろんな人が解任されたり辞任したりしてね。 でもまあ良かったかなと思って、ね、これが配信されている頃にはメダルがどうとか話がねどんどん出てきてるわけですから競技によってはねいろいろもう出てきてるでしょうね。そ,うねうん、その競技に関してはね、はい、楽しんで見ていきたいですね。うん、はい。はい さあ、この番組はですね、毎週土曜日の朝9時30分から10時30分に7チャンネルの BS テレ東で放送しています日経プラスナインサタデーニュースの疑問の番組内でお伝えしきれなかったことをお伝えしていこうというコンテンツですニュースの疑問の山川さん今日もよろしくお願いしますさあ、それでは早速参りましょう今回のお題はこちらですウイグル問題日本は人権でも様子見ということなんですが ウイグル族が住む新疆ウイグル自治区での人権問題について今日は考えていきたいと思っています、はい、あの中国によってウイグル族が弾圧されているのではないかということが問題になっていますけれどもこれに対する世界各国の対応も違いが出てきていますね日本はどうすべきなのかというところもこちらの方にじっくりお話を伺っていきます、はい、本日のゲストは明星大学教授の細川雅彦さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい 細川さんには過度になってからを配信初めてということなので,、はいでね、はい、じっくりお話を伺いたいです、はい、よろしくお願いいたします、はい、しではまず一つ目なんですが私がフリップに書いてきました一つ目の質問はこちらですユニクロはどうなるのちょっと簡単な質問になってしまいますのでちょっとおさらいしていきますまずユニクロ どんな問題の過中にいるかと言いますとこちらですねユニクロを運営するファーストリテイリングがこのウイグル人権問題の過中にいるということなんですねまず日本企業14社を含む大手グローバル企業がウイグル族の強制労働に関与しているとの報告書が発表されました2020年の3月ですね、まあ、それを受けて今年1月にはユニクロ製のシャツ輸入の差し止めも行われましたアメリカですね,これねアメリカでですね、はい に今年に入って4月矢内会長兼社長がこの問題に関して政治的には中立だからノーコメントという発言をしてまあ少しいろいろな意見が出ました、まあ、ただ、人権問題があれば取引を即座に停止すするとも発言していますまた中国以外で生産された麺を使用していてサプライチェーンにおいて強制労働の事実はないというニクロ側は発表していますけれども。 え今月ウイグル族の強制労働関与の疑いでファーストリテイリングを含む四社の捜査をフランスで開始されたといったこういった流れがあるわけですねでこの一番上に日本企業十四社とありますけれども次の表が出ますでしょうか関与しているのではないかと言われている日本企業がこのように 日本のね、うん、大きな企業がたくさん並んでいますよね。うん、まあその中でまあ十三、はい、社は、はい、あの関与はなかったと回答はしていると、はい、アンケートで回答はしています。はい、ただこういったまあ疑念を持たれてしまっているという中でここでまず細川さんに伺いたいのがユニクロに関してです。ユニクロ否定しているにもかかわらずここまで指摘されてしまうというのはどういうことなんでしょうか。うん、あの、はい、なかなか難しいんですけども。ええ あのユニクロにしてみれば自分たちちゃんとやってる方なのになぜ叩かれるんだろうかというそれが正直な気持ちだと思うんですの実はユニクロという会社あのファーストリテイリング自身はですね人権問題については割とちゃんとやってる方の部類になってましてね、はい、あのそういう意味では評価はそれなりに高い。 企業なんですよ、ええ、にもかかわらずというところがありましてねでやはりその今起こっていることっていうのが非常に政治的な部分もあるとは思うんですアメリカだけじゃなくてですねヨーロッパもですね、うん、この問題を非常に重視して取り組んでいる、まあ、そういう中で、まあ、日本はハ、まあ、後でありますから日本政府の動き自身はなかなか鈍いという中でのユニクロ。 とという,ふうなその位置づけをちゃんと見ておく必要があるのもう一つはやっぱりこの柳井さんのコメントありましたよね。その部分だけ切り取られてるのもかわいそうなんですけども、うん、まあそういうもんなんですから、うん、やはりそのリスクコミュニケーションと言い,いましてねこういう時にやはり切り取られやすい言葉はやっぱり注意して、うんえー、コメントしなければいけない。うん そういう意味ではこれから先の日本企業いつ何時あのあの我が身に降りかかってくるか分かりませんから、はい、まあこれは、まあ、あの多山の意思にしてリスクコミュニケーションいざという時にトップはどういうふうに対応していくのかこれもとっても大事なポイントになるかなと思うん,です、はい、なんかそのいつまた日本の企業にリスクが降りかかるか分からないという意味では、うん、アメリカのこういう動きも見逃せないですよね。でで、うん、ますでしょうか こちらですねアメリカでウイグル強制労働防止法案というものが議会上院で全会一致で可決しています。この内容というのが中国・新疆ウイグル自治区で生産されたすべての製品を原則輸入禁止にするというものでここで気になるのがこの輸入するには生産過程で強制労働が行われていないことを企業が立証するという。 これを立証するというのは、本当に難しいこと、ね。こういうのをね、あの、よく、あの、悪魔の証明ってって。こう、行われていないことを証明するって、難しいですね。行われていることを証明するのに比べると。はい、ですから、細川さん、先ほどの、あの、ファーストリテイリングの話に戻ると。うんはい、これ、あの、証明しろと言われても、<明>あの。場所が中国でしょ、はい、で、そこを遡って、サプライチェーンまで行って。 行われていませんよってその立証するってなかなか難しい、うん、結果的にその立証が不十分だということでまたこう、えー、と輸入停止が止、ま、あのそのまんまになってたりとか、はい、まあフランスがまた調査に入ったりとかしてるわけでしょうで、ね、非常に単独の企業としてはおっしゃる通りでしてね今回のユニクロの件も、まあ、税関当局から今山川さんおっしゃったように強制労働で使われてないということを。 証明しろと、はい、ないということを証明するというのは本当にもう不可能に近いですよね。うん、でそれも証明されたかどうかという判断も、うん、アメリカ側の紫三寸ですよね。うん、そうするとどこまでのことを出したら納得してもらえるのかって分からない、うん、これものすごく大きなリスクだと思うんです。うん、でそれを今今回の今おっっししゃった法案でも面に出して 巨商責任立証責任は企業側にあるんですよ、うん、ということも正面から書いてあるわけですよね。はい、この深刻さということをやっぱり受け止めなければいけないからこそですね、はい、この日本企業の置かれている状況を前提に日本政府はどうするかという本当にに大事になってきてきますよね。そうですよね。そしてまた日本企業へのリスクという意味ではもう一つアメリカのウイグル自治区との取引にアメリカ側が、うん アメリカの企業に対してて警告を行っいいるということですねこちら、まあ、国務省財務省など6省庁がアメリカの企業だけではないです世界や日本企業にも対象20業種ほどでこういったサプライチェーンを持つ企業への規制強化アメリカの法律に違反する高いリスクを冒す可能性があると警告をしているというわけですよね。あの大阪さんこれははももうユニクロだけではなくて日本もより 広い業種、他の業種にもリスクが広がっていくと考えていくべきとといううことでしょうかいやもうそこが非常に大事なところでしてね、えー、やっぱりアパレル業界だけの問題じゃないということですよね、はいはい、特にあのこれから先あの、えー、サイバー監視といいましてね、はい、ハイテクを使った監視活動で人権抑圧されてるということで、それに加担する企業というのが、例えば監視カメラの中国企業の俳句ビジョンとかですね、いくつかリストアップされてます。 はい、でそういうところに部品供給をしている日本企業、うん、あ,のあると思うんですね、はい、そうしますと、そういうところも含めて、ですね、えー、身構えなければいけない、でしかもこの今、13日に、この今、あのー、先の警告文書ありましたよね、はい、まさに同じ日にですね EU の方もそも、人権のこのをちゃんと調べろよというガイダンスを発表してるんですよね,そう,すねそうしますす同じ日にですね。 アメリカも発表し、ヨーロッパも発表している。うん、米欧のやっぱりこういうこの協調的な動きですね。うん、これは非常に要注意だと思うんです。はい、そういう中で日本が孤立しているという状況が、うん、私は日本企業にとってですね深刻な事態だというふうに受け止めるべきだと思いますね、はい。今のお話にもありました。まあ日本企業のそういったリスクを抑えるためにはれば日本政府はどうしたらいいのかという話ですね。うん、続いての質問はこちらです。 日本はなぜ様子見とということで人権に対して日本はどうしてこういった姿勢なのかというところですけれども続いて、ここちちららを見ていきましょうこちらです各国の制裁をまず見てみますと先ほどアメリカの強い制裁に関する姿勢に関するものも説明しましたけれども各国、e、EU、イギリス、カナダ中国当局者の資産凍結そして渡航禁止などの制裁を行っています。 米欧は連携して取り組んでいるように見えますで日本はどうなのかといいますとこちら、ですねこちら日米首脳会談で中国による新疆ウイグル自治区の人権抑圧に対し深刻な懸念を共有するというところにとどまっているわけですね、具体的な対策には出ていないということです。ここであの本日のゲストの細川さんに各国の人権に対する取り組みについて、表にまとめていただいたものがあります。 細川さん今までのお話を踏まえてこちらの表をご解説いただいてもよろしいですか。そうですね、はい、あのやはり日本の問題は懸念の共有止まりであって行動が伴っていないということなんですね、はい、その行動の中身をちょっとここで整理してみたんですけどあ最初にあの。 人権侵害しているという標的に対して制裁をするというのは、はいね、アメリカもヨーロッパも3月の22日に発動しています、はいうん、日本はやっていないと私はこれとです、ね、この問題と,ちょっと分けて考えなければいけないのは、はい、貿易管理という分野と、はい、ここで分けなければいけないと思うんですね、はい、これはやはりその制裁まではなかなか日本は中国を敵に回してというのはなか難しいとは思うんです。はい ただし、貿易管理というのはです、ねええ、アメリカもヨーロッパもやっているのは例えば輸出のところを見ますと、ねはい、これは人権侵害に使われるかもしれないなと可能性あるなという貨物をです、ね、リストアップしてそれを一応審査にあの輸出管理ですから、はい、申請させてチェックして問題なければオッケーです出して輸出していいですよと。 いう仕組みですよね、はい、この仕組みをちゃんとアメリカもヨーロッパも始めている、うん、さっき申し上げたサイバーあの監視カメラとかですね、えー、その関係もそういうリストに上がっているわけですよね<あ>日本にはそういった仕組み自体ないということですか実は輸出管理もです、ね、あの今までやっているのは安全保障関係だけで人権に絡んでの輸出管理というのは全く今までやってないんですよ。 でもう一つ人権デューデリジェンスってやめしゃね。これはどういうことなんでしょうか。これはあの企業がですね、ええ、人権侵害のリスク、自分がこの事業活動をやっていく上で,ですね、うん、こんなものを調達しています、こんなものを輸出していますというものが、はい、人権侵害に関わっているリスクはないかなと。 ととといいうことを社内でちゃんとチェックしなさいよと<ー>実はアメリカもヨーロッパもですね、ええ、これはこのデューデリジェンスを義務化していく動きなんですよねうん、うん、すヨーロッパなんかも今義務化の,その指令を出そうという動きですし、はいええ、アメリカも実はいろんなこんなことこういうものを輸,出輸入しちゃいけませんよということで裏返していえば企業はきっちりそれを。 チェックしなきゃいけない仕組みになってます。はいはい、それに対して日本はですね。日本はどうなってるかというと、はいえー、外務省が出しているこうあの行動計画というのでですね。えー、企業にき期待する期待するデューデリジンスやることを期待する止まりなんですよ。えー、で、しかもちゃんとだからそれをやってるかどうかもですね。うん、なかなかわからない、はいえー。そのやり方もチェックしてないということなんですよね？うん、そうするとこのギャップこれものすごく大きいと思うんです。 これ細川さん、あのデューディリジェンスですけども、はい、先ほどもちょっと話出ましたけども実際はなかなか遡ってそれをチェックするということが非常に難しいところもあると思うんですけどもそうするとその調達先から何かそういうあの人権問題に関与したところと取引やってませんみたいな誓約書をもらうとかそう,そういう話になってんですか 上の輸出管理、はい、これ実はリンクして考えたらどうかな、はい、と思ってまして今山川さんおっしゃったようにですねえ調べるだけでとどまっててもいけないのでこれを輸出する時あるいは調達する時これが強制労働に関わってないんだというものを一冊もらうといいますかね誓約書をもらっておくこれによってまあ最低限のことはえやってますよという証しこれを持つことによって えー、最低限の避難を免れる、うん、こういう工夫がいると思うんです<ー>そのためには、はい、先ほどもおっしゃったような政府自身がこういう例えば輸出する時にはこういう誓約書をつけてくださいよと,、うん、となるとですね最低限の努力はしたなと、うん、いうことこれは日本だけじゃなくて。 欧米も一緒になっただから G7 って共同歩調でやることを日本が提案していく、うん、それが日本企業を守る術だと思うんです、うん、だからそういう発想で日本政府は今今こそ動かないといけない、うん、あの企業にだけお任せして調べ,さ調べなさいよねというだけではダメで、はい、これだ,だけですとね企業は<う>あ欧米から叩かれるかもしれないなと思って自主的にやめちゃうとですね、うんはい、今度は中国から。 けしからんと言って、全盲、ね、の虎、黄門の狼と言いますかね、うんうん、どっちに転んでも日本企業は叩かれるという板挟み状態になっちゃうわけですね、はい、それをやっぱり回避するためには、うん、日本企業にこれあの、許可を求めたけども、日本,企業あ日本政府にですね許可を求めたけども、だめだったっていう、うん、法的にですね日本政府がこの制度を作らないと、うん、企業にとってみてですね、 企業が勝手に判断したということじゃ叩かれるだけということになると思うんです、えーうん、だから今日本企業が負っている異常なリスク大きなリスクこれを日本政府自身が抱えてあげないといけないというふうに思います、ね、企業が矢面に立たないように日本政府が取り組むということなんですけれどもじゃあどうして欧米と比べて日本政府はそういった取り組みができていないんでしょうか。うん、これは政府の中ででもいろんんな意見があると思うんですが、えー まあ、外務省さん自身がですね、外務省自身が。やはり、その、そういうことの制度さえも。あの、事実上、中国からですね。あの、制裁だというふうに受け止められかねないというような。まあ、非常な慎重意見が。今、占めてるんですよね、うん。うん、私はこの制度はですね、別に中国だけを対象にしたものじゃなくて。一般的に、この。対象国関係なく。 輸出管理ってやるものですから、はい、私はそういう受け止め方はあの、えー、ちょっとあの過剰ではないかなというふうに思います、うん、むしろこれは今やるべき日本政府の役割は日本企業を守ることであって外務省的にはですねその中国との反発だけを考えていると主権国家としてですね、はい、どうかなというふうに私自身は思います。<の>つまりその政治的に中国かから何かこう、うん 圧力をかけられるかもしれないという、うん、あの政治家なりその官僚なりそっち側が恐れてるんだけどもそこで恐れて何もしないばっかりに、はい、逆に言うと今度は企業が表に出ちゃって、はい、企業側が圧力をかけられるっていう状況が今、うん、あそのままになっちゃってるというとですよ、ねそ,はい、そういう意味ではですね、うん、日本政府自身がリスクを負いたくないがために、うん、企業にだけがリスクが負わされてるっていう構図になってることに、うんうん 産業界は気がつかななけければいいいと思いますそうす,、ね、そうすると産業界自身はですねいまさにこういう制度を今まではですよ、ええ、産業界の反応というのはいやこんなことやられたら負担になるとかですね中国ビジネスに支障になるというふうについ反応しちゃうんです、ええ、単純に、はいあ。なるほどその外務省などが仮に動かないんだとするとその一つの理由は むしろ経済界や産業界がやめてくれっていう要望をやってるそういう構図になってるそうなんですそこが私問題でして<ー>その産業界自身考えなあの気がつかなければいけないのはそ、ね、その負担でもなんでもなくてです、ね、正常な取引がどんどん輸出できるその,あの身を守ってあげるのがこの制度であって、うん、日本政府にそこを委ねるような仕組みの方が、うん、自分たちは逆に安心して取引できるぞということで早く 気がついて日本政府よ早く動いてくれと言って突き上げていく <laughs> う、ね、こういう動きになるべきだと私は思います、うん、その各国、その中国市場を失いたくないという気持ちは同じだと思うんですよねすすただその本質に気付いているから、うん、その欧米はそういった動きに踏み出せているということですか。おっしゃる通りででですすす、うん、アメリカももヨヨーーロロッッパパたか特にはですね、ええ もうドイツをはじめ中国マーケットってものすごく大事ですからえそこは絶対失わないようにします。かといって人権問題は前向きにやってるという姿勢制度を輸出管理もちゃんと作ってますだからここは私はヨーロッパのしたたかさというのを日本政府はちゃんと学んで産業界もそれに気がついてこういう制度は逆に自分たちが中国ビジネスを安心してやるための。 道具なんだと、いうふうなことを、やっぱ、理解することが必要だと思いますね。うん。そう、時間の感覚としては、もうあまり時間はないですか。はい、日本はどう動いていったらいいんでしょう。実はですね、えー、あの、六月の、あの、サミット、あの、えー、G. セブンサミットの宣言文の中に、重要な一文が入ってるんです。はい。これですよね、えーえー。強制労働の利用の根絶に向けて、うん、共同の取り組みを、十月の G. セブン貿易大臣会議に向けてやりましょうと。はい。 実はこの外務省さん自身ですね、うん、ここにあ,のあんまり皆さんの関心が向かないように、ようやく宣言文のようやくの中から落とされてるものですから、落としてるんですか。私はそれはっしかなと思ってるんですが、ええ、その結果、日本ではあまり報道されてないんです。はい、ところが、アメリカの政府のホームページから見ますと、ええ、ここに焦点を当ててます、この文章に。<ー>そしてこここの共同行動ということに、ええ、やっぱりこれで えー、一歩進めるんだ、とということを前面に出してます、えー、そういう意味ではタイミングとしてはです、ね、この10月に向けてのプロセスは今まさに始まってますから、えー、ここで日本が積極的に提案していくもう今から早急に提案してです、ね、このほっといてもです、ね、米欧はこの枠組みの G7 の動きの中でルール作りをしていこうという動きですから、はい、日本がまず、 あの動くべきタイミングに今、来ているなというふうに思います、うん。その世界の揃った足並みから日本が遅れてしまうことによって日本は今後どういうリスクが起きてきてますすかそうですねあの今の,の G7 の,のプロセスの話申し上げましたが、はい、米欧は完全にこれは連携してて動いてます、ええ、そういう意味では日本抜きで米欧がルールを作っていく。うん、そそのの結果 不不利利ななななルールルルーーにににるかもしれない日本にとって不利なルールにそういう意味では、はい、先んじて日本が先ほどもおっしゃったようなこのある誓約書を取れば、はい、あの輸出できるような仕組みにしましょうとかですね、はい、そういう提案をやっていくこれがかつて輸出管理でずっと安全保障の世界で日本がやってきた努力なんです、ええ、それと同じように人権についても、えー、そういう対応をやっていくべきではないかなというふうに思います。うん、はい 最後にもう1つ伺いたいんですけれども、うん、こちらです北京オリンピックどうするのということでああの放送の中であの細川さんに伺いきれなかったので、うん、ちょっとここでもひと言伺いたいんですけれども <laughs> 北京オリンピック、もう東京オリンピックが終わったらすぐですね来年の頭に行われますけれども、うん、そういった人権に対する、うん、ま香港もあります。そういった中で平和の祭典を 行うということ。細川さんはどういった動きになっていくとご覧になっていますか？私はこの東京オリンピックが終わった直後から、ええ、この動きは加速すると思いますね。<ー>その政治的な、国際的な、政治的な動きを見ながら、はい、どう、これもしたたかになんですが。ええ あの動いていてくかあの、うん、確かに人権問題っていうのは米欧米の世界では非常にあの重視はされますが、うん、一歩この,あの,あの,あの裏を見ればですね非常にこの,あのまあ、偽装された保護主義という言葉は私言いますけども、はい、ちょっとその人権ということを名目にして<ー> あの逆にそのどうやってしたたかに動くかということで、はい、あ,のありますので日本もそういうことを分かりながらどこまでの間合いの取り方をすればいいのかこれがオリンピック直後からこれは始まると思います。 まああのアメリカやヨーロッパはこう議員の中でね外交的ボイコットと、うん、いう言葉が非常に出てきていて選手は送り込むけれどもそれ以外の,その外交施設ですねこういうものを見送るボイコットという形はどうかという話がずいぶん浮上しているという中でまあ日本でもあのまあ議員の一部の中でねそういう話は出てますけれどもまあそこでさてどうなっていくかっていうまあ細川さん そういういことで,もあるんですね,そうですねやはり選手の皆さん方への思いをちゃんと遂げながらです、ねうん、そして、この人権問題どとの,このやっぱり一つの接点として、うん、この外交的ボイコットというのが出てきたと思うんでその辺も踏まえた上でのえの対処交渉に立った判断が必要なのかなと思いますね。うんうん まあこの東京オリンピックをめぐるいろいろな動きも踏まえてその人権への意識日本の中での人権への意識というのも今年来年その高まっていくきっかけにもなっているような気がしますね、うんうん、おっしゃる通りですねさっきの人権デュー・デリジェンスという話もです、ねええ、やはりその形だけ整えるというよりもです、ね、やっぱり経営層自身が人権意識というところを、うんえー、これだけ欧米ではセンシティブになってる、はいるということを まあ、あの皮膚感覚として持つということが、うん、とっても大事なことだと思うんです、そう,ですね、そういう意味では、単にこのあの企業の中で,です、ね、担当部署だけに任せるんじゃなくてです、ね、経営の根幹を揺るがす話として、うん、この問題を捉えるということが必要かなと思いうふ、はい、分かりました、細川さん、本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい さあということでこの日経プラスナインサタでニュースの疑問はビーエステレットで毎週土曜日朝9時30分から放送しています。ぜひご覧ください。ツイッターやフェイスブックで皆さんからの疑問や取り上げてほしい話題なども募集していますのでそちらもどうぞよろしくお願いします。そしてこちらの動画を今ご覧の皆さんぜひ YouTube のテレ東ビズのチャンネル。はい チャンネす他にもいろいろなコンテンツがありますのできっとあの気になるな興味があるなというものを見られる動画がたくさんあると思いますのでチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。さあということでキャスター角谷晃子の角が立つほど伺います。本日はここまでです次回もお楽しみに